よいしょ、おはようございます。モーニング。すごい、レッツゴー。ロロロゲートを入ってマサイマラの保護区内です。はい、皆さんこんにちは、サバンナチャンネルの井上です。ですね、今日はヌーの川渡りの様子をチェックしに来たんですけども、マサイ村にヌーが来たということで、マサイ村の中にヌーがたくさん入ってきて、わあこれからヌーの川渡りだぞと思っていたらですね、その後少し雨が夜夕方午後とかに集中的に降ったりなんかして、状況が少し変わっちゃいまして、今8月のもう半ばなんですけども、いつもだったらばこの辺りにですね、ワンサカヌーがいて川渡りをしている最中という、一番の最盛期のはずだったんですが、近年はですね、気候変動の影響でやっぱり雨季がずれたり、寒気にかなり雨が降ったりとか、不思議なことがいっぱい起きているので、それはマサイマラでもケニアでも変わらないんですけども、そういう影響もあるんだと思いますが、それはともかくとして、今年ですね、今ここが一番賑わっているであろう場所がものすごく静かな状態になっていて、ちょっと困ったなと、生配信をするにあたってもちょっと困ったなという状態になっているんで、今日もう一回ですね、改めてヌーの状況を見ようかなと思って来ています。おいからさん、 How do you see? This place look empty? No news? Yeah, it looks like there's no news coming here、I can only see Kaba. Kaba はいます、Kaba はなんか気持ちよさそうに寝てますけど、でも今狙おうとしているヌーはちょっといませんね。反対側にも全然いないですよね。There's no news even the other side. There's no signs on the other side. Maybe they have gone back for the fresh grass. ここはすごく知る人ぞ知ると言いますか、この道の人たちにとってはあまりにも有名なヌーのクロッシングポイント、アマラリバーっていうと、ヌーが川渡りをすることで有名なわけなんですけども、この川もですね、ヌーが渡りやすい地点と渡りにくい地点と、あるわけなんですけど、地形的に渡りやすい地点っていうのが、いくつかあって、最も有名な場所の一つなんですけど、セレナクロッシングっていう、セレナロッジっていうロッジが近くにあるんでセレナクロッシングって言うんですけど、静かなもんですね今は。 So we don't see anything here? Yeah. Now what do we do? We move to the next place. We move to the next place. Yeah. Look out?Yeah, we can try to look out.、あれからまた少し走ってきましたけども、遠くの方にそれなりの大きめのヌーの群れがいるのは見えるんですけど、ちょっと場所が川から遠いんで、川渡りを狙うという意味ではちょっと厳しいですね。川のこっち側にいたたくさんのヌーたちは、どっちかというと丘の麓というかエスカップメントの方に行ってしまったような感じがしますね今のところ。 This big group they are far from the river. Yeah, the river is not far from the river. Not far? Down there. Down the other side. But there's no wood crossing point on this side. Ah, no crossing point. Yeah. Ah, このそんなに今見えているヌーの群れはですね、川から離れてないんですけど、いわゆる川渡りのポイントがないということですね。川渡りのポイントがないと川を渡れないし、川を渡ってくれないと撮影はできないということで、なかなか難しいですね。いろんな要素が一緒くたにならない。But they were many before. Yeah. In this area. Yeah.Where did they go? Before they were many, but it looks like some of them have pulled back to the other side.So that's the river bank. Yeah, it's just the river. Ah, baby.There's a group on that side which might close. Let's go and check. 今ですね、三つの川渡りポイントにいるヌーたちが渡りそうだって言って、こっちに向かって走ってるんですが、どうなる感じですか。うん、ね、
開けたら先はドロリアバス。はい、はい、先に行った。メジャーミーニング、グヌー、ジャーオーカーズ。ダリ、ダリ。レソースペース。向こうの方は車がいっぱいで、我々のスペースがないということなので。あ、じゃあ朝バーダー、でもノスタリッチ。そうです。ヌーが渡ってるわけじゃないんですが。It's a good group. We'll see it.数は多いですね。沖縄群れですね。だからちゃんとうまいところで渡ってくれて、それがさらに見えれば川渡りということなんですけど、まあ川渡りポイントもそんなにいっぱいはないんですけど、その川が渡ってるのを見るポイントっていうのはですね、また厳しくて、そこにもう今みんなそれを見たいから車が集まってきちゃうので、まあ自分たちにとってはいいアングルが、の場所に車を止められて、しかもそこからよく見える状態でヌーが渡ってくれるとならないとですね、ダメなんですね。今ヌーがいるのはもうちょっと先ですね。そこで渡ってくれるのか、車が多いから渡らないのか、ホークちゃん渡ってくれるのか、そもそも渡る気はあるのかみたいな。でもヌーの渡る気について言うと、これあるんですかね、渡る気って急に生まれるんですかね、なんかそんなことないか。それでここにこんなにいっぱい車が来ちゃっていますが、すごい向こう側にも大勢車が、たくさん車がいて、こっちにもたくさん車がいるんですけど、レンジャーの車もいてですね、撮影の車もありますね。で、まあ川渡りが始まらないと近くに行っちゃいけないんですね、あの公園のルールで。なので今ここでみんなわーっと溜まっちゃってるところなんですけど、後ろに回りますね。 I want to sit behind there even if time is too early we have to do the film for the record。 今ですね午後1時半ぐらいで、こっから見える車だけで65台ぐらいの車がヌーの川渡りを待ってます。ちょっと曇ってきちゃったんで、あの生配信的には電波が心配なんですけど、今日の生配信は午後の3時からなんで、まだ1時間半ぐらいありますんで、どうなるかわかんないんですけど、ちょっと待ってみようと思います。なんか今ルートを変えて降りてこようとしてますね。シマウマが降り始めました。で、そのそこを降りるところ、ちょっとここから見えない位置なんですね。あ、戻りました、戻りました。皆さんジャンボー、高いです。本日は9時から向かったサファリライブスタートする予定なんですが、ちょっと電波の都合もありまして、今ちょうどいいところがいいところに差し掛かってますので、先に映像の方を開けました。聞こえます？はい、聞こえてます。はい、あ、電波つながっててよかったです。はい、先ほどまでちょっと調子が悪かったんですが、今ようやく電波がつながって画像をお見せできてよかったです。はい、ちょっとまだ5分開始時刻より早いんですが、はい、先に様子を見ていただくということで、皆さんご視聴くださいませ。渡り始めました。川の真ん中見てください。初めの1頭が入りました。はい、1頭上まで登りました。そして振り返って2頭目、3頭目、どんどん入ってきます。なかなか見れない季節の風物詩ですので、皆さんあのじっくりご覧になってください。上から土煙が立って、それをどん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 ヌーが入ってきます。川の中に入ってきています。すごい勢いですね。もう命がけで川を渡りますので、勢いすごいです。ヌーヌーヌーって鳴いてるの分かるでしょうか。ジャンプして勢いで渡り切ろうとしています。
じっくりご覧ください。これはクロコダイルですか、うん、これぐらい、ヌーのちょうど、画面中央にいるのはクロコダイル、ワニです。小さなヌーが現れたら、襲いかかろうと待機していますね。はい、クロコダイルいますね。わかりますか？これが渡り終わったヌーとシマウマですね。マラ川を渡って、マサイマラのマラトライアングルという方面に入ってきたヌーたちです。というわけでですね、電波もギリギリ、撮影ポジションもギリギリだったんですけども、なんとか生配信でヌーの川あたりが撮れました。なんで良かったですね。これからも頑張っていきますんで、どうぞよろしくお願いします。それじゃあまた見てね。ありがとうございました。